日本関東地方東京都町田市広場釜町。広場釜町は東京都町田市の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は195-0052。町田市の北東部に位置する。北は神奈川県川崎市麻生区片平。東は能ヶ屋7町目。南は鶴川5町目と6町目。西は広場釜2町目と4町目と接する。 鶴川六丁目の東側には、広場釜町の飛び地が存在し、2010年に隣接する農賀屋地区で、住居表示が実施された際も編入されずに、飛び地は広場釜町のままとなっている。武蔵区に続き郡片谷里に属し、その後、多摩郡、小山田正造屋田郷に属し、その後、多摩郡、柚月良に属した。小山田の新、前島半屋が見回りをした時に、 この地の形状はあたかも袴を広げたごとしと語ったことに由来すると伝わる。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町田市の小田屋一丁目にある小田急、電鉄小田原線の鶴川駅と神奈川県川崎市。 朝奥にある小田急電鉄多摩線の栗平駅が近くにある鉄道駅である。東なるバス停留所から小田急バス、神奈川中央交通の路線バスで鶴川駅行きなどがある。ありがとうございます。